おはようございます。11月28日マイナス4度の湿度が 79% です。今日は綺麗だ。あれは最高なんだけど、長靴はあるけど、まあ、慌ててる。でも様子見てる、うん、めっちゃ笑ってんだよ、ね、それで一緒に歌ってんの。こんなのわざわざ一個一個カバーするんだね。うん、もうやってるわ。黒缶かわいい子供たち。うん、いやーくるくる回ってる。あ、綺麗ね。見てる分にはいいわな。まだちょっと湿度が高い雪だから、うん、滑りづらいとは思うけど、予測不能のリズムがある。のどかな顔してる。で、バチが当たった。すごい勢いで氷が降ってきた。惜しい惜しい。人間の優しさなんかないから。え、人間の優しさなどないからね。ありないの。人間を狙うことすらしない。無関心。無視だから。無関心。無関心。お、鹿のショート。そっちだ。ゾウリムシに食い荒らされた木。食い荒らされた木。あの動画でこの喋ってる声をさ、自動書き起こし機能っていうのが最近ついて、結構精度高いんだけど、あの自分がいかに不正確な日本語喋ってるかよくわかる。え、よくこれ で拾えたなっていう、うん、喋り言葉ね。あとね、やっぱり人間の耳も結構、うん、曖昧なことでも対応できるんだなと思って、うんうん、やっぱり書き起こして文字にした途端に意味わかんないこといっぱい、前もそうだったけどさ、うん、だこれハイコンテクストってことだよね。前もそうだったけどさって言った時意味わかった。今、うん、これでも他人に言ってもわかんないじゃん、うん、長くいる夫婦ほどね、はあ、ハイコンテクストになるよね、うん、これを説明しようと思ったらすごい情報量だもんね、うん、早いな。秋田ではね、不動産っていうのはね、
何度も通ってこう話をした時に初めてじゃあそこにこうらしいとか、はいはいはい、っていうことを教えてもらえるようになる、はい、それ今ここでもどこそうなわけだ、はい、田舎だったらね、そう、うん、夜の時もそうだったなと思って、物件をいろいろ探すのにさ、あれがあるこれがあるっていう前にさ、もうそうでもないこうでもないああでもないこうでもないって話何度も何度もしながらさ、なんかこう実はそこがあるとかさ、うん、あるっていう話がポロポロっと出てきますよね。そうだね、クトゥクトゥのところ入れたのだって結局それにあのフリーライドさせてもらったよね、うん、ホスニのネットワークにね、よく分からなかったんだけど、まあそれは足りないわな、うん、だって道路の出すお金なんてこの町で無理でしょ、うん、だから日本の場合は東京で大集金して、うん、それを全国にばらまいてくれてるわけだから、うん、だから東京の皆さんありがとうだ、うん、そして頑張って、そうそうそう、そういう思いで納税してくれた方で地方が助けられてるわけだから、うん、こんカフェモカとコーヒーをください。はい。白樺も太いね。白樺樹液もらっても大丈夫そうだよ、こんなに太く。